国際工業国際工業バス国際工業バス、志村営業所、志村営業所、志村営業所所在地国際工業バス志村営業所は、東京都板橋区坂下1の7の1に位置する国際工業バスの営業所である。主に、板橋区を中心に、北区、豊島区へ乗り入れる路線を担当する。車両は、路線バス、高速バス等を含め85台前後が所属している。 志村営業所は1950年の国際工業の利合自動車部発足時に開設された。当初は志村町3の7に位置していたが、1961年8月に志村町3の22へ、1964年10月に志村町4の19へと2度の移転を経ている。池20池袋駅から山手通り、国道17号線を北上して、 都営地下鉄三田線のエリアをこまめに経由していく。本数は終日にわたって1時間に3から4本と比較的多く、池21とともに、志村営業所の所管路線における池袋方面の主力路線として活躍している。志村営業所では、高島平奏車場付近に、板橋区立障害者福祉センターが存在するため、 沿線住民の予防で、1995年に国際工業では初となるリフト付き新定常バスが当路線で運行を開始。1998年にはノンステップバスが運行を開始した路線でもあり、早期の段階から全便がスロープ付き車両で運行されている。池20は1955年に池袋駅連行の折り返し和館で営業を開始した歴史のある路線である。 三田線開業前は1日100本以上の通常便に、加え、ラッシュ時に限って、池袋駅志村2丁目を無停車とする急行まで運行されていた。赤56同様、日曜、祝日に志村銀座で歩行者天国が実施されている場合、迂回運行を実施する関係から、志村坂上には停車しない旨が、停留所に記載されている。 2016年3月16日のダイヤ改正で、熊野町停留所が安全上の理由により廃止された。板橋区を東西に横断し、赤羽駅と東武東上線成り駅を結ぶ路線で、志村営業所の主力路線。赤羽駅では、西口ロータリー内の停留所を使用せず、最強線の高架沿いにある停留所から発車する。 赤羽と板橋区西部を結ぶ路線としては1958年に旧赤霊一として開業したのが始まりで、その数年後に現在の赤霊二が新設された。下赤塚駅より急行停車駅である成増駅を利用する乗客が多いことから1976年に旧赤霊一が廃止されたが、赤霊二は現在でも 鉄道駅から離れている赤羽志村三丁目、成増間の総合輸送を担っている。そのため、大東文化大学へ通う学生や、沿線の企業への通勤客、所要で赤羽、成増へ向かう住民で終日にわたって混雑している。赤羽駅では開通当初からしばらくは東口を発着しており、西口方面へ向かうには、ハス沼、西川家地区を迂回する以外になかった。 しかし、赤羽大トンネルが開通して、西口ロータリーが整備されたことから、1996年6月16日に、西口発着に切り替えられた。2005年4月1日、片方のみ運行する赤84新設。2020年10月1日のダイヤ改正では、平日、土曜日の赤羽駅発最終バスが、大東文化大学業に変更され、赤84は、 往復ともに運行されるようになった。赤02と並んで志村営業所の主力路線で赤羽駅西口から志村方面へ向かう。90年代前半までは赤羽営業所も担当していた。1996年6月16日のダイヤ改正で赤56から2が新設された。日曜、祝日に志村銀座で歩行者天国が実施されている場合、 迂回運行を実施する関係から、志村坂上には停車しない旨が、停留所に記載されている。赤73は2010年5月17日より、途中停留所からの乗車は不可能となり、校舎専用扱いとなった。浮キ船戸駅から新河岸都営住宅入口間は、工業地帯と住宅地の間を走り、新河岸都営住宅入口東部練馬駅では、 完全な住宅地を走行する。高島平駅付近にはマンモス団地と呼ばれる高島平団地を抱え、さらに団地内に停留所が5カ所存在すること、さらに大東文化大学への通学輸送を担うことから、終日にわたって混雑している。また、徳丸橋付近にも団地が多く点在しているため、東武練馬駅から高島平駅を越えて、同エリアまでの需要も多い。 元々は、高島平走車場発着だったが、1985年10月1日の最強線開通による再編で、浮き間船戸へ延長された。東部練馬付近は、基本的に逆時計回りで循環するが、土曜、休日の日中は時計回りで運行する。東部練馬駅周辺は循環運転となっているため、東部練馬駅をまたいでの乗車も可能である。 東武練馬駅から沖間船戸駅を西大駅経由で結ぶ路線。2014年2月16日の改正で、浮船02、東連02の廃止大替として新設され、これによって、東武東上線、埼京線の連絡路線としては、高島平駅経由と東路線が存在することとなり、利便性が向上した。東連0一とは異なり終日にわたって、時計回りで運行される。 浮船80は、同日の改正によって、浮船02から2から、系統番号が変更されたものである。東武東上線と、都営地下鉄三田線を結ぶ路線としては、2003年7月1日の、改正で新設された、東連零2と浮船02が運行を続けていたが、西台付近の道路渋滞によって、東武練馬駅からは、最強線、 浮間船戸駅への路線へ集約させたため、その代替として新設された。これによって、関八高速化から、西大交差点南ンで、浮船霊に、東連霊にの経路がクロスする状態が解消され、東武東上線から最強線、浮間船戸駅、都営地下鉄三田線志村三丁目駅へそれぞれ、ショートカットで結ぶ路線に姿を変えた。系統番号は、 東連02と、浮船02の新設によって廃止された根01が、志村営業者の路線として、再び使用されることとなった。2000年5月1日の改正で、浮船01が新設されたことで一度廃止されたが、浮船01の不審と東武東上線、都営三田線とのアクセスを速達化するのに伴い、2003年7月1日に、復活した。しかし、 復活に際して、浮船01の経路を一部で引き継いだため、浮船01に代替廃止された際の経路とは若干異なる。時間帯によって、ループ上の循環経路が変わるため、板橋区が逆回りを利用者向けにコミュニティバス、リンリン、号を開設した。志村所属の夜行用車両、内は共同運行会社。板橋区、コミュニティバス、 リンリン号リンリン号専用車両を板橋区、コミュニティバス、リンリン号の運行を受託している。板橋区内で公共交通の便の悪い地区の交通アクセス改善と板橋区立美術館へのアクセスによる観光振興を目的として、2010年3月30日に実験運行を開始した。愛称の表記はリンリン号だが、区の公式サイトではリンリン号となっている。 愛称は、板橋区の観光マスコット、リンリンちゃんにまつわるものとして、公募選考によって決定した。通年運行で、一部を除いて35分間隔で運転されている。板橋市場発14時35分までの便は、区立美術館入り口先回りの半時計回り、板橋市場発15時10分以降の便は442丁目先回りの時計回りで運行され、 下赤霊山と逆回りになるダイヤが組まれている。運賃は東京都シルバーパス利用や一般路線バスへの影響を考慮し、一般路線バスと同一の大人220円、小人110円となっている。パスもスイカや定期券での利用、障害者割引については国際工業バスの一般路線バスと同一である。車両は専用都市と、 リンリンちゃんが入った35人乗りの日のポンチョが使用されるが、整備、点検などの際には、一般塗装の中型車が代装する。また新たに2019年度、専用塗色、リンリンちゃんが入った55人乗りのイスズエルガミオが導入された。上記のほか、都営バスと共同で、東京駅などへ乗り入れる路線を管轄していた時期がある。詳しくは、 都営バス志村営業所を参照のこと。レンコンからは、三田線開通前、赤羽根駅東口を結ぶ路線もあった。現在の西台駅付近には、レンコン2丁目停留所があった。ABC-3-16 地20、池21系統停留所廃止したダイヤ改正のお知らせ国際工業バス。web.archive.org2019 年9月1日、閲覧。 志村坂上時刻表国際工業バス。トランスファー、ナバタイム、ビズ。2019年9月1日閲覧。終電後のご帰宅も安心。深夜急行バス。深夜バス国際工業バス。web.archive.org。2019年9月1日閲覧。abcde 国際工業バス。ダイヤ改正情報。 運行変更等のお知らせ国際工業バス2014-2.16志村地区路線新設及び廃止ダイヤ改正情報運行変更等のお知らせ国際工業バス2019年9月1日閲覧バスタ新宿の所在地は渋谷区仙長屋5丁目甲州街道上に渋谷新宿区境がある東京都下北半島をつなぐ 夜行高速バスが誕生します。新宿、大宮八戸、三沢、野辺寺、陸前、下北号、2017年3月11日閲覧。1、9から3、1下北号、東京運休について2017年3月11日、閲覧。高速バス八戸、十和田、7個、八戸、三沢、野辺寺、陸、シリウス号、下北号、 時刻表国際工業バス東欧日報2019年1月4日付、及び3月1日付長官の空席情報発信も北高等記運休のお知らせ、国際工業バス、コミュニティバス、リンリン号出発式板橋区公式サイト、コミュニティバス、リンリン号運行しています。板橋区公式サイト、あずま連連散系統運行終了のお知らせまで、運行。国際工業バス、 2019年8月1日閲覧。ありがとうございます。